はい、どうも皆さんこんにちは、坂本です。今回ですね、超ロングツーリングということで、前回の長野ツーリングと続いてスーパーロングツーリングになる、九州ツーリングに行きたいと思います。ここはですね、阪和道の、終点ですね、七部インターという、ことで、これからですね九州に向かっていくわけなんですが、まあ九州遠いということで、今回ですねちょっと自走してはいけないので、フェリーを使って、九州まで行きたいと思います。もうピョーンとね、とりあえず泉大津というところから、阪急フェリーというのを乗って、九州は福岡県北九州市、門司というところに、まずは行きたいと思います。今回ですね、九州には2泊しかしないんですけれども、その間ですね、九州に行くまでにとりあえず1泊しないといけないということなので、フェリーの中で1泊、ずつしますね。行きと帰りで1泊ずつするということで、全体の日程としては4泊5日っていうね、もう超大型連休、大型連休ではないんですけれども、かなり長い休みがないといけない、スーパーロングツーリングになってますね。そして、ね、この数日かな、数日前ぐらいからめちゃくちゃ気温が下がって、もうくっそ寒いんですけれども、僕はですね、今回長野か北陸か九州、四国どれか迷ってたんですけれども、ロングツーリング行くとしたら、今回は九州にして正解ですね。とりあえずは九州は2泊しかしなくて、泊まるところも別府メインですね、大分県別府というところで、2泊して帰ってこようと思いますね。とりあえず別府を起点にして、なんかその辺ブラブラっと回ろうかなというふうに考えてますね。1日目なんですけど、明日ですね、明日の朝6時ぐらいになんか文字に着くらしいので、まあ、そこからどこ行くのかなというふうに考えてるんですけれども、ちょっとね、1日目なんか天気があんま良くないみたいなんですね、九州全体的に。最初宮崎に行こうか、考えてたんですけれども、どうやら宮崎の方がね、なんか雨になってるんですよね。ふざけんなって感じですけれども、たまたまこの日だけ雨っていうね。なので、ちょっと迷ってますね。阿蘇の方はなんか雨が降らないらしいんですが、ちょっと数時間ぐらい前に阿蘇山が噴火したらしくて、なんか入山規制みたいなのがかかってるらしいので、もしかしたらあんまり景色が良くないっていうことも考えうるので、ちょっとめちゃくちゃ今迷ってますね。そんな感じで、九州ツーリング、スタートしていきたいと思います。というわけで泉佐野ジャンクションまで来ましたね。今回はですね、泉大津から、フェリーに乗りますので、阪神高速に乗るんですけれども、ちょっと風がすごく強いので、今日は下道で行きたいと思います。あとはですね、今回はね、先行きが長いというわけで、ちょっとね、節約しないといけない部分もありますので、下道を有効活用しながらじゃんじゃん行きます。はい、じゃあ野暮用を済ませたらね、ちょっと時間ギリギリになってしまったので、ちょっと高速で行きたいと思いますね。いやー、久しぶりに帰ってきた泉大津ですよ。俺こっからね、道が分からんのですよね。これどこに行ったら船に乗れるのか、てか5分前なんやが、やばくね、大丈夫かな。あ、書いてる、なんとかフェリー乗り場、あれかな、あれじゃなかったらどこやねんって感じやけど、とりあえず左に行かないといけないんですよね。ちょっと船はなんか若干ってか止まってるみたいなんで、なんか聞いたところによると南海フェリーよりも、南海フェリーとは比べ物にならんぐらいでかいらしい。船の中にフェリーじゃなくて温泉がある。あ、これか、左折北九州行きフェリー乗り場、ウェイ来た、これや、これを左に行くと九州が見えるわけな。ここからどこに行くの、助松ふ頭フェリー乗り場、泉大津大橋、え、どっちなんやろ。トラックがさ、船に乗るんじゃないかと俺は予想してるんやが、助松ふ頭フェリー乗り場、右に行けって書いてんの、これ右に行ったらいいんかな。てかこれ2車線で行けるタイプ、やべえ。おー、なんか行けそうだぜ。おい、これ多分左にフェリーがあったと思うやけど、あー、そうそう、あれ阪急フェリーって書いてる。結構でかい、あれ、てか乗ってるくね、あ、乗ってないわ。
やべえやべえやべえ、緊張してきた。あ、やべえ、乗ってる乗ってるやん。出港5時やんな。大丈夫かな。うわ、でかい。やばい、まだここからではわからん。いや、でかいな。でかいわ、この船。待って待って待って、俺も乗せて。これどこに行くの。左フェリー乗ればコンテナターミナル。いや、そっちには行かんやろ。よっしゃー、2分前。やばいやばい。これかな、フェリー乗り場って書いてあるけど、やべ、それらしき建物かない。あ、おいおいでおいでってされてる。あそこ斜め前バイク置き場止めていただいてから。あ、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。4時半ぐらいに乗船開始。なるほどね。ここに止めてとりあえずチケットを買わないといけない。おい、よし。さて乗っていきますよ。やべ、おでかいな。よくそでかいんやがこの船。やばい、南海フェリーとは比べようならず。マジでこっから乗っていく感じ。いや、でかいやろこれ。しかも3台しかおらんというね、意外と少ない。うわー、すげえ。うわおー、あ、これ上にも車乗ってるやもんな。あーね、いや、なるほど。中入ったらそんなにでかく感じんな。これはあれか、何かのまやかしか。いや、でかいな。トラック何台乗っとんねんこれ。やばいぐらいトラック乗ってるぞ。すげえ長い。おお、なんか波状路みたいなのがずっと続いてる。すげえな、これどうやって積んだこんな。すごい感覚やん。はい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 、ガタつくな。おい、おっしゃ、よし、いや来たぜ、九州上陸。どっち行ったらいいやろ。まあとりあえず行ってたらいけるっしょ。やばいな、トラックばっかりや。お、出口っぽい、めっちゃトラック乗ってる。よし、いや、行きますか。改めて九州ツーリング。あれ、雨降ってる。若干雨降ってる臭いな。結構長かったな。いや、意外とでも早かったか。どっちやねんって感じやな。これどっち行ったらいいの。福岡下関、看板が頼りやぞもう俺は。おい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 。さて、今日はですね、ちょっと全体的に天気が悪い、九州の天気が悪いということなので、急遽予定を変更しまして、山口県に行こうかなと思いますね。はい、山口は、秋吉台ですね。ちょっとそっちに進んでいこうかなと思います。こういう機会がないとね、おそらく山口とかね、ああいうとこ行く機会ないんじゃないかなっていうのもあるので、ちょっと今日はグッチーに行っていきたいと思います。ということで、どこやここは。福岡県らしいぞ。おお、すげえ、九州道って書いてる。やば、いや、ついに来てしまった、ついに来てしまったぞ九州へ。いや、これを自走で来るのはさすがにきつかったか。うん、おお、やべえ、下関ナンバー、こんなんなかなか見る機会ないぞ。このままとりあえず高速に乗って、九州自動車道かな、通って関門海峡っていうのを渡ってね、山口へ行こうかなと思いますね。はい、ちなみに北九州市っていうのは一応政令指定都市ですね。行政区がある結構でかい町になってますね。撮れてるかな。うわー、やべー、九州なんもね。てか俺今どこにおるんかすら全然把握してないからな。いや、結構ね、あのフェリー、
電波が悪いんですよ。基本的に携帯使えない。外に行って甲板とか、あとなんか展望デッキみたいなところに行かないとあれ使えないですね、携帯が。これみんな左並んでんな、やばいかもしれん。いやー、早速なんですけども、ちょっとフェリーの話をしようかなと思いますね。あれ、てか結構雨降ってる？俺のバイザーが結構濡れてるんやが、肌では感じんけど雨が降ってるみたい。めっちゃ腹減ったな。なんか昨日山ほど食ったのにめっちゃ腹減ってるわ。なんやろこれ、やばい。大丈夫かこれ。文字小倉東事故通行止めって書いてるけど、これ通らないよね。小倉と北九州市の位置関係が全然理解できていない。あー、これ、あー、やべえ。俺昨日 Google マップで見た山口と福岡って書いたこの看板、あ、向こう行きがね、山口方面は大丈夫。いや結構雨降ってるやん、マジか。とりあえずなんかどっかのサービスエリアに寄りたいな。